Wikipedia writes that the crucifixion of Jesus occurred in the first century of Judea, most likely between 30 and 33 AD. Jesus' crucifixion is described in the four canonical Gospels referred to in the New Testament epistles attested to by other ancient sources and is established as a historical event confirmed by non-Christian sources, although there is no consensus among historians on the exact details. But why and by whom was Jesus crucified? He's Son of God. Then, why and by whom? イエスの貼り付けによる処刑は、紀元後30年から33年の間、ユダヤ暦1世紀に実際あったと言われています。詳細については諸説がありますが、4つの教会福音書にそのように記録され、キリスト教以外の世界でもその事件は確認されていますが、誰がなぜイエスを処刑したのでしょうか。なぜ神の子であるイエスが処刑されてしまったのでしょうか。その事件の向こうは歴史の深い闇の中に包み込まれています。広し林市浜松シティジャパン。前もって話しておきますが、この絵画は右下に未完成の部分があるため、一般には未完の大作と位置づけられていますが、本当にそうでしょうか。またそのように考えてよいのでしょうか。ミケランジェロ・ブアナノティが描いた埋葬という題のついた絵ですが、この絵はどう考えてもおかしいですね。埋葬です。つまり処刑されたイエスが埋葬されるシーンを描いたものだというのです。中央に描かれているのがイエスということになりますが、このイエスにはあるべき聖痕が書かれていません。また体も大変綺麗で、刺し傷のようなものはありません。なぜでしょうか。で、これについて、これはミケランジェロの未完の作品である、まだ完成していない作品であるというような言い方で説明されていますが、本当にそうでしょうか。もう一度この絵をしっかりと見ていただきたいと思います。この絵で最初に気になるのがこの女性ですけども、指で中央の人物を刺しています。この手法はダヴィンチが岩窟の聖母でも用いられているものです。右の天使の指先に注意してください。つまりこのような形でこの先にいるのはイエスですよということを示しているということになります。つまり中央に描かれているのはイエス自身ということになります。ここをまず皆さんしっかりと確認しておいてください。となると、これは本当に処刑後のイエスなのかということになりますが、私林博士は処刑前のイエスと判断しています。またイエスの表情は大変優しく、つまり静かな表情をしています。そしてこのイエスにもひげが表現されています。短い、言うなればちょびひげのようなひげが表現されています。ダヴィンチ、ミケランジェロは処刑されたイエスについてはひげをつけて表現しています。それは今日のポイントではありません。ともかくもこの中央に描かれているのがイエスということになりますが、本当に処刑後のイエスなのかという問題です。が、何よりも気になるのは処刑後のイエスであるならば、その
イエスを囲む2人の人物の表情がおかしいということです。2人の人物の表情をしっかりとご覧になってください。当然悲しむ、あるいは落胆する、絶望する、そういった雰囲気の場面であるにもかかわらず、2人の人物は大変冷めた顔をしています。しっかりとここを確認してください。大変冷めた顔をしています。繰り返しますが、イエスの顔は大変穏やかで眠っているかのように見えますが、その両側の人物は大変冷めた顔をしているということです。で、その前に一つ外堀を埋めておきます。これもミケランジェロなる画家が描いたとされるシスティナ礼拝堂の壁画です。で、この壁画で一つ注意していただきたいことはですね、ミケランジェロは生きている人と死んでいる人をですね、肌の色を変化させて表現しているという点です。上はまだ生きている人ですね、下の人は半死、半分死んでいる人ということになります。そして死んだ人はこのような色で表現されています。色によって生きている、死んでいるを表現したということになります。これはシスティーナ礼拝堂の天井画一般にも同じ手法で使われていますから、また皆さん注意してご覧になってください。で、埋葬と題されたミケランジェロの絵に戻ります。この中央のイエスの肌の色に注意してください。健康な白い色ではありません。やや黒ずんでいます。つまりこのような形でミケランジェロはイエスは半死、半分死んでいる状態であることを示していると私林博士は判断しました。で、このイエスは本当に処刑後のイエスなのかという疑問に戻ります。ところがですね、同じ構図の絵をあのダ・ヴィンチなる画家が描き残していました。これはルーベンスが模写したと言われているアンギャリの戦いの絵です。で、そのアンギャリの戦いの左下にですね、奇妙な人物が描かれています。で、まずこの絵を簡単に説明しますと、この絵は中央で2つの勢力に分かれています。そして向かって右側に竜が描かれています。竜、つまりサーペント族の象徴です。隠し絵、騙し絵の手法です。注意深くご覧ください。なお、この絵の中には何重という隠し絵が描き込まれていますが、それも今日のポイントではありません。ともかくもこの絵はそういう絵だということですね。その流れの中に左下の人物に注意してください。一見すると兵士のように見えますが、この絵の中には別の顔が表現されていました。左上を注意深くご覧ください。緑色で表現してみました。そうです、ラム族、レプタリアン族の人物が描かれています。その下は日本の法隆寺に所蔵されています侍像と呼ばれている像です。顔が一致します。つまりここに描かれているのはレプタリアンの人物であるということになります。となると、なぜこんなところにダ・ヴィンチはですね、レプタリアンの人間を描いたかということになります。今ご覧いただいているのがその写真ということになりますが、私林博士が2012年前後に発見したものです。ダ・ヴィンチが知る由もなかった写真ということに、あるいは像ということになります。そしてもう一度この中央の人物を見てください。これも騙し絵です。この人物は頭から血を流していますが、血であると同時に降臨、ハローを表しています。その証拠にこの人物の、左手の甲には聖痕が表現されています。つまり処刑されたイエスということになります。顎の下にはちょびひげのようなものが表現されています。注意深くご覧ください。つまりここに表現されているのは処刑されたイエスということになります。そのイエスを左の人物が冷ややかにどこかニヤニヤと笑いながら見つめている
ということになります。この構図は先ほどから紹介していますミケランジェロの埋葬の絵の構図と一致しています。イエスと、そしてそれを見つめるレプタリアン族ということになります。手の甲に表現されている聖痕、丸印で示しましたが聖痕に注意してください。で、そのレプタリアン、あるいはラム族の人間と思われる人物は誰かということですけども、その顔とですね、シュメールに残るイナンナ像と比較してみます。左に今ご覧いただいているのが古代シュメールのイナンナ像です。イナンナです。そのイナンナと中央に緑で色付けした、まあ、人物の顔と比較してみてください。同じということが皆さんにも分かっていただけると思います。つまりここに表現されているのはイナンナということになるのではないでしょうか。で、その絵の構図と、繰り返しになりますけれども、ミケランジェロが描いた埋葬の絵の構図を比較してみてください。中央にイエスが描かれ、それを冷ややかに見ているイナンナ、そしてミケランジェロの絵の方では女性ということになります。イエスが処刑された後の様子を描いたものであるとするならば、誠にもって不似合いな表情ということになります。もっともここだけでしたら、その左のラム族の人間がイナンナであるとは限らないということになりますが、あのダ・ヴィンチがこんな絵も描き残しています。東方三博士の礼拝と題された絵ですけれども、その絵の右上に隠し数字が仕込まれていました。上下反転しますと、そこに131という数字が浮かび上がってきます。この数字の書体は、セントジェロームの絵の中に書かれている61という数字と一致します。ともかくも131という数字が浮かび上がってきます。131というのはユダヤのゲマトリアによればイナンナ、イナンナを意味します。つまりここに描かれている中央の人物はマリアイコールイナンナ、イナンナイコールマリアということになります。それをダ・ヴィンチが、東方三博士の礼拝の絵の中で示しました。こうして謎の点と点が線でつながっていきます。もう一度この場面を確認してください。ここが今日のポイントということになります。つまり右の埋葬と題された絵はですね、実は埋葬ではなくて、これから処刑されるイエスを描いたものだということになります。1500年後のイエスは、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロなる画家たちを使って自分の思想を私たち未来の人間に残したということになります。そして右の人物の目に注意してください。光のってますか、影の透け方によるものだと思いますけども、目がつり上がっているのがわかります。異様につり上がった目としても表現されているということになります。その左の、レプタリアンの目つきと視線と比較してみてください。まあ、これもある種の騙し絵、隠し絵ということになるのかもしれません。で、結論ということになりますが、イエスを挟んで向かって右側にいるのがマリアということになります。そして左にいるのが、流れからするとバプティストのヨハネということになります。そしてマリアの右横にはマグダラのマリアも表現されています。つまり考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの処刑にはマリア、そしてバプティストのヨハネが関与していたということになるのではないでしょうか。しかもそのイエスは処刑前にはすでにこのように半死の状態であったということになります。
で、最後にもう一つ謎が残ります。なぜマリアはですね、イエスとこのような関係になったか、あるいはそういう関係であったかということですけれども、その謎を解く鍵がこの絵の中にありました。もう一度この絵を注意深くご覧ください。この絵を注意深くご覧ください。中央にいるのがイエスです。そして右にいるのがイナンナ、すなわちマリアということになります。イエスは処刑前にはすでにこのような状態であったということになります。それを1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通して表現したということになりますが、その謎を解くヒントはこの山にありました。この山を注意深くご覧ください。先の尖った奇妙な山です。この山はミトラがかぶるフリギア帽と酷似しています。つまりこのような形でミケランジェロはここに描かれているのはミトラ帽をかぶるイエス・キリストであると表現したということになります。ミトラ、またの名をカトリック側は悪魔教と位置づけていますが、悪魔の帽子ということになります。それをマリアは許せなかったのではないでしょうか。ということで、最後にもう一度マリアの目を見てください。イエスを見下ろす大変冷たい目として表現されています。最後に一言、冒頭で言いましたように、この絵は未完成の部分があるため、一般には未完の大作と言われていますが、神は未完成の作品など残しません。となると、この右下の部分はどう理解したらよいかということですけども、これも一種の騙し絵ということになるのではないでしょうか。つまりこの絵を一応未完成の大作としておくことによってですね、なぜ成功がないのか、その一理由付けをしたものと思われます。しかしこれは未完の大作ではありません。この絵自体が完成されているということです。つまりイエスはこのようにして誰かによって殺されたということになります。同じ手法は実はダヴィンチが東方三博士の礼拝、そしてあのセント・ジェロームの絵の中に残しています。一見すると未完成の作品のように見えますが、実は未完成ではなく、その未完成の部分に別のメッセージが隠されているということになります。つまりミケランジェロの埋葬について言えば、未完成に見せかけて実はその向こうに真実を包み隠したということになります。わかりやすく言えば、聖痕などがないことは未完成の絵だからだと表現しながら、実はその向こうでさらに恐ろしい秘密を隠し込んだということになります。 Bye for now.
deciphering the code Michelangelo Buonarroti left behind, we can tell by whom and how Jesus was killed. Michelangelo left two clues. They are one picture and one sculpture. The picture is a picture entitled The Entombment, and the sculpture is entitled The Dying Slave. The person depicted in this masterpiece is the same person, that is, Jesus Christ. Jesus was already killed and dead before being crucified on the cross. I will explain these facts in detail in this video, but before that, we have to solve one mystery. It's a small mystery, but solving that mystery tells us how Jesus was killed. ミケランジェロが残した暗号を解くことによって、イエスが誰によってどうやって殺されたかがわかります。ミケランジェロは2つの手がかりを残してくれました。1枚の絵と、そして1つの彫刻です。1枚の絵は埋葬と題された絵です。そして彫刻は瀕死の奴隷と題された彫刻です。この絵の中に描かれている人物は同一人物です。つまりイエスです。イエスは十字架にかけられる前にすでに殺され死んでいました。そのことをこの動画の中で詳しく説明しますが、その前に一つの謎を解いておかねばなりません。小さな謎ですが、その謎を解くことによってイエスがどうやって殺されたかがわかります。広志林、浜松シティ、ジャパン。ミケランジェロなる画家が描いたとされる埋葬と題された絵です。つまり、この絵の中のイエスはすでに死んでいるということになりますが、おかしなことに体には何も傷がありません。頭にも茨の冠をかぶった形跡もありません。そればかりか、胸には奇妙な帯のようなものが表現されています。私は以前この帯をですね、皮がめくれた、その皮であると判断していましたが、全く同じものがですね、瀕死の奴隷と題された彫刻の上にも表現されていました。となると瀕死の奴隷の胸に表現されているのも皮ということになるのですが、どうもそうではないということが分かりました。その両者の皮のようなものを比較してみると、その両者は全く同じであることが分かりました。これは皮なのでしょうか、それとも別のものなのでしょうか。皆さん自身の目で注意深く比較してみてください。ここが今日のこの動画の重要なポイントということになります。で、これが皮でないという証拠が出てきました。となると、この帯のように見えるものは何かということになります。で、瀕死の奴隷の背中、つまりイエスの背中の写真が手に入りました。この写真を見るとですね、背中に表現されているものはどうやら皮でないことが分かりました。拡大してみます。皮でないばかりか、何か器具のようなものがここに取り付けられているのが分かります。器具です。となるとこれは何かということになります。さらに詳しく見てみるとですね、奇妙な点が出てきます。表から見るとこの帯のようなものは体を巻いていますが、後ろから見ると、つまり右上の写真を見るとですね、
腕の方にも回っているように見えます。そこで表の方から見るとですね、腕に当たる部分、ちょうど肘のやや上あたりにその肝帯のようなものが表現されているのがわかります。矢印の部分に注意してくださいとなるとですね、この帯のようなもの、太い部分は体を巻いていますが、細い帯がもう一本あって、その帯が腕を巻いて、そして肩の方に伸びているのがわかります。かなり複雑な帯ということになるのでしょうか。となるとこの帯は何かということになりますが、もう一枚別の写真で確認しておいてください。右上の写真がその写真ですが、腕に巻いた帯のようなものがですね、細い帯となって肩の方にも伸びているのがわかります。となるとこの帯のようなものは何かということになりますが、この彫刻のタイトルは瀕死の奴隷ですが、奴隷ではありません。瀕死のイエスということになります。それはもう少し後で詳しく説明しますが、となるとこの帯のようなものがですね、この人物の死に関係しているのではないかと私は考えます。となるとこの帯のようなものはですね、体を巻いているベルトということになるのではないでしょうか。そのベルトがある方法によってどんどんと縮まっていったらどうなるかということです。どんどんと縮まっていきます。つまり拷問の責め具ということになるのではないでしょうか。2000年前のことは分かりませんが、あの中世という時代においてはですね、魔女狩りの名のもとで残虐な拷問が繰り返されていました。魔女狩りの犠牲者の数は今もって分かりませんが、数十万人から2、300万人とも言われています。で、ここに表現されているのはですね、つまり拷問のために作られた責め具ではないかと私は判断しました。というのも、瀕死のイエスとして表現されているこの人物は大変健康そうであると同時にですね、その帯のようなものが体に食い込んでいるのがわかります。この食い込みに私は注目しました。つまりじわじわとその攻め具がですね、縮んでいったのではないかと考えたわけです。その証拠に埋葬の絵の中に表現されているイエスは体に全く傷がない状態なのに、すでに瀕死もしくは死んでいる状態として表現されています。そして同時に周りの人たちはそのイエスを冷ややかに見下ろしています。イエスの右にいるのはイナンナ・イシュタール、つまりマリアということになります。つまりこのような形で1500年後のイエスは一見すると未完成の作品と、まあ、見せかけながら、その向こうでさらに重大な謎、つまりメッセージを私たちに残したということになります。つまり未完成と見せかけながら、この瀕死の奴隷も一応未完の大作と言われています。部分的に大変粗い削り跡が残っているからですが、まあ、そのような形で重大な重大なメッセージを私たち人間に残したということになるのではないでしょうか。続く動画の中でそれを詳しく説明します。It is commonly explained that the entombment
is an unfinished painting of the placing the body of Jesus in the garden tomb, now generally attributed to the Italian Renaissance master Michelangelo Buonarroti and dated to around 1500 or 1501. However, this painting is surrounded by a deep mystery. In fact, nothing is however known about this painting, why it was abandoned unfinished on the way, and nothing has been explained about the blank monkey-like shape at the lower right corner, but what is it? It looks like an animal, and today's mystery is about this. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, will try to solve the mystery. A great mystery is hidden for Christianity in this blank as a painting. ミケランジェロの埋葬と題された絵画です。未完の大作と言われていますが、この絵画は深い謎に包まれています。実際のところ、この絵画が何であるか誰も知りません。その絵はなぜ途中で放棄されてしまったのか。またその絵は部分的に空白なままに残されてしまったのか。右下の空白部分は何かの動物、つまり猿のようにも見えますが、それは一体何なのか誰も知りません。今日の謎解きはその空白部分についてのものです。この動画の中で私林浩司はその空白部分が何であるか、その謎解きに挑戦してみます。その空白部分には大変な謎が隠されていました。広志林、浜松市ジャパン。もう一度最初から説明します。ミケランジェロなる画家が描いたとされる埋葬と題された絵画です。その絵画と同じポーズで描かれているのがアカデミアギャラリーに展示されているこの瀕死の奴隷と題された像です。共にポーズが大変よく似ていますが、それだけではありません。奇妙な動物のようなものが絵画の中にも、そして彫刻の中にも表現されています。右の瀕死の奴隷の後ろに彫刻されている物体はどこか猿のようにも見えますが、この両者は大変よく似ています。ここが今日のポイントになりますから、皆さん自身でしっかりと確認しておいてください。右は見た感じ猿のようにも見えます。となると左の埋葬の中に書かれていると言いますか、ブランクになっている部分も猿ということになるのでしょうか。となるとどうしてこんなところに猿のような動物を表現したかということになります。で、正面から見た写真が手に入りましたので皆さんにご覧いただきます。で、これは本当に猿なのでしょうか、また猿と考えて良いのでしょうか。ということで今日の謎解きが始まりますが、この動物が何であるかという謎の向こうには巨大な謎が隠されていました。それこそキリスト教全体をひっくり返すような巨大な謎です。それをこの動画の中で説明しますが、その流れを簡単に話しておきます。まず私林浩司はキリスト教はイナンナとシャマン主によって立ち上げられた宗教であることを説明、証明します。 IHS、 右下の IHS はイナンナとシャマン主の頭文字を取ったものです。次に IHS の H はヘイレル、つまりプロメテウス、ルシファーを意味するということを説明します。そしてミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵は、実は埋葬の絵ではなくてイエス自身が殺害されたという証明をします。その殺害には
マリアが深く絡んでいました。つまりイエスは処刑される前にすでに半死、つまり瀕死の状態であったことを証明、説明します。そしてその様子を表したのがアカデミアギャラリーに展示してある瀕死の奴隷と言われている像ということになります。言い換えると瀕死の奴隷は奴隷ではなくて瀕死のイエス自身であったということになります。その結果として埋葬の絵の中に描かれるはずだった空白部分の動物、あるいはそこに描かれているものは何であったかを証明します。発表済みの動画を3本つなげておきますが、一部内容が重複することをどうかお許しください。この小さな小さな謎解きの向こうには巨大な謎が隠されていました。ではまた後で。History.com website writes about Shamash as follows. Shamash was considered the patron deity of justice. Most early records and writings of Sumerians hint towards the existence of the cult that followed Shamash. That means Shamash was worshipped 5,000 years ago as one of the chief lords. He held such power that his name is mentioned in the famous 18th century BC law code of Hammurabi. In the codes were written land laws directed from Shamash himself. In the law codes, Shamash is shown as the ruler and controller of the universe.His main temples were located in Larusa, Eridu, and Shippal. Today's video is about Shamash, or another name of his was Jesus, who was crucified and killed. Then, who killed Shamash, and what for? シュメールの出身の一人として5000年前から信仰されていた神、それがシャマーシュ、正義の神としても知られています。シャマーシュの名前は紀元前18世紀に書かれたハンムラビ法典の中にも出てきます。その中では宇宙の支配者として表現されています。シャマーシュを祀る寺院にはラルサ、エリル、それにシッパルがあります。今日の動画はそのシャマーシュについてのものです。つまり彼こそが十字架の上で処刑されたイエスでした。が誰がどうしてシャマーシュを処刑したのでしょうか。広志林浜松 City Japan。 今日の動画の中でその日十字架に貼り付けられ処刑された神が誰であるかを証明します。そしてその神が誰によってなぜ処刑されたか、それについて説明します。いくつか重要な外堀を埋めておきます。アグスティノ・ヴェネチアーノの描いた絵です。この絵の中には隠し文字の形で数字が隠されていました。ミケランジェロよりもやや後の画家ということになります。で、この中には1502という数字が隠し込まれていました。15、つまり15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。02、つまり反対に読んで20はシャマーシュの神聖数です。古来ヘブライ語は左右自由に読むことができました。右がバウンダリーストーンに表現されている
神々です。このバウンダリーストーンの中では頂点にイシュタールが表現されています。8方向に伸びる金星をかたどったものです。そしてその右下に太陽の紋章をかたどったシャマーシュの紋章があります。神聖数は15と20です。で、この15と20を手がかりにして謎を解いていきます。ミケランジェロ・バドヌーティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。このカッシナの戦いの絵はベネチアーノの絵と酷似しているというよりは部分的に比較してみると同じであることがわかります。で、赤い枠をつけた人物に注意してください。同じです。右端にいる人物にも注意してください。同じです。頭には花冠をつけています。つまりこの群像の中では王であることを示します。で、左がイナンナ・イシュタール、右がシャマーシュということになります。で、右下の人物がイエスであると判断しましたが、その証拠がローマ法王の紋章の中に表現されています。中央に IHS という文字がある点に注意してください。 IHS です。この IHS については様々な解釈がありますが、私林博士は I はイシュタールの頭文字、 S はシャマーシュの頭文字と判断しています。そして H は旧約聖書の中に出てくるヘイレル、つまりサタン中のサタン、ルシファーであるということになります。またの名をプロメテウスとも言います。つまり第一天使、打天使、エア、延期ということになります。ヘイレルとは誰か、
それについては現在のローマ法王が次のように明言しています。その証言をお聞きください。残念ながらこの動画の音声部分は全世界でブロックがかけられています。で、私林修氏が口頭でこの部分の音声部について説明します。2014年のことなんですけども、現在のローマ教皇のフランシス教皇がですね、公式ミサの場で次のように発言しました。ヘイレル様、イエスはあなた様の息子です。逆に言いますと、イエスの父親はあなた様ヘイレルですとです。が、この発言はカトリック教徒の間では大騒動になりました。旧約聖書の中に出てくるヘイレルは夜明けの、明星、星ということになるわけです。光ということになるわけです。ここでイルミナティ、イルミネイトという言葉が出てくるわけですけども、要するにヘイレルを指してですね、ヘイレル様、イエス様はあなたの息子ですと。というのはですね、ヘイレルというのはまたの名をローマンカトリックではルシファー、輝く人という意味なんですけども、ルシファーと位置づけています。ルシファーというのはサタン中のサタンということになります。つまりローマ教皇のこの発言によればですね、イエスはサタン中のサタンであるルシファーの息子であると発言してしまったわけですが、ルシファーのまたの名をプロメテウスと言います。プロメテウスは人間を改造したがゆえにですね、天界から追放され堕天使となって地上界、つまりこの冥界へと降りてくるわけですけども、そのプロメテウスは人間側から見れば人間の英雄ということになるわけです。つまりローマ教皇はですね、知ってか知らずか、つまりはイエス様はルシファー、すなわちプロメテウス、すなわちエア延期の息子であると発言してしまったわけです。この事実はですね、事実として正しいわけです。というのは延期の息子がマルドックです。現在そのマルドックがイエスの立場を守っています。ローマ教会はそれを知っていたのかどうかということなんですけども、そうした事実を発見したのは2012年以後の私林博ですから、ローマ教皇は知る由もなかったんですけども、図らずもですね、ローマ教皇はそのように発言してしまったわけです。で、大問題となったわけです。つまりカトリック教徒の間ではですね、ローマ教皇は悪魔教に転向したんじゃないかということで大騒ぎになったというわけです。しかしその内容は正しいということになりますし、ローマ教皇はイエズス会出身です。つまりイエスの仲間の会ですよね。イエズス会というのは1500年代に発足するわけですけども、マリア教徒化したローマカトリックに対してね、反旗を翻す形で誕生した会であると考えると、そうした発言にも納得できるということになるのではないでしょうか。話を続けます。ここで重要なことは、ミケランジェロの絵の中に描かれている二人の人物、左がイシュタール、つまりマリアであり、右がシャマーシュ、すなわちイエスであるという点です。そしてその中央にいるのがヘイレル、つまりルシファーということになりますが、またの名をプロメテウスと言います。人間を創造した人間側から見れば英雄プロメテウスなのか、それとも人間を勝手に改造してしまった大サタンのルシファーなのか、それはものの考え方の違いということになります。ともかくもイシュタールとシャマーシュが組んでキリスト教を立ち上げました。もう一つの証拠がその紋章にあります。左が偉大なイシュタールの八方向に伸びる金星の紋章です。そして右が太陽を表すシャマーシュの紋章ということになります。この二つを加えてできたのが現在の
ローマ法王の紋章ということになります。つまりローマ法王たちは知ってか知らずか、イナンナ・イシュタールの紋章とシャマー氏の紋章を合わせた紋章をローマ法王の紋章として使っているということになります。ではシャマーシュというのはどんな神なのでしょうか。イナンナ・イシュタールの兄とも言われています。ギリシャ神話名ヘリオスと私は判断しています。太陽の神でしたが、その太陽の神の座をですね、オリンピアンのアポロに奪われ、そしてイナンナ・イシュタールと組んでキリスト教を立ち上げたということになります。シャマーシュです。太陽をかたどる紋章に注意してください。ヘリオスの頭の周りに光線が描かれている点にも注意してください。人間の歴史上光輪、つまりハローが描かれているのはこのシャマーシュが最初と言われています。シャマーシュ sun god in Babylonia and Mesopotamia. Interesting that this sun symbol and halos adorn angels and Mary, Jesus, etc. in churches and religious art とあります。埋葬という題された絵です。そして中央にやや色が変化したイエスが表現され、そして左の女性はそのイエスに向かって指を指しています。これはダ・ヴィンチも同じような手法で描いていますけども、その指の先にいるのがイエスであることを示すハンドジェスチャーということになります。つまり中央にいるのがイエス、そしてその向かって右側にいるのがマリアということになります。そして大変奇妙なことに、このイエスにはですね、埋葬と言いながら聖痕がどこにも描かれていません。処刑された後のイエスとしては極めて不自然なイエスということになります。頭にも傷はありません。体にも傷がありません。つまりこの絵はですね、未完成の未完の対策というふうにして逃げることによって、さらにその向こうにもっと重大なメッセージが隠されているということになります。イエスは処刑される前にすでにこのような状態であったというふうに解釈するのが自然ということになります。ではその向かって右側にいるマリアはなぜこのような表情をしているかということです。つまりマリアはイエスが処刑される以前にすでにこのようなマリアであったということになります。考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの死の背後にはマリアがいたということになるのではないでしょうか。Wikipedia writes that the crucifixion of Jesus occurred in the first century of Judea, most likely between 30 and 33 AD. Jesus' crucifixion is described in the four canonical Gospels referred to in the New Testament epistles.Attested to by other ancient sources and is established as a historical event confirmed by non-Christian sources, although there is no consensus among historians on the exact details.
But why and by whom was Jesus crucified? He's Son of God. Then, why and by whom? イエスの貼り付けによる処刑は、紀元後30年から33年の間、ユダヤ暦1世紀に実際あったと言われています。詳細については諸説がありますが、4つの教会福音書にそのように記録され、キリスト教以外の世界でもその事件は確認されています。が、誰がなぜイエスを処刑したのでしょうか。なぜ神の子であるイエスが処刑されてしまったのでしょうか。その事件の向こうは歴史の深い闇の中に包み込まれています。広し林、浜松シティ、ジャパン。前もって話しておきますが、この絵画は右下に未完成の部分があるため、一般には未完の大作と位置づけられていますが、本当にそうでしょうか。またそのように考えてよいのでしょうか。ミケランジェロ・ブアナノティが描いた埋葬という題のついた絵ですが、この絵はどう考えてもおかしいですね。埋葬です。つまり処刑されたイエスが埋葬されるシーンを描いたものだというのです。中央に描かれているのがイエスということになりますが、このイエスにはあるべき聖痕が書かれていません。また体も大変綺麗で、刺し傷のようなものはありません。なぜでしょうか。で、これについて、これはミケランジェロの未完の作品である、まだ完成していない作品であるというような言い方で説明されていますが、本当にそうでしょうか。もう一度この絵をしっかりと見ていただきたいと思います。この絵で最初に気になるのがこの女性ですけども、指で中央の人物を指しています。この手法はダヴィンチが岩窟の聖母でも用いられているものです。右の天使の指先に注意してください。つまりこのような形でこの先にいるのはイエスですよということを示しているということになります。つまり中央に描かれているのはイエス自身ということになります。ここをまず皆さんしっかりと確認しておいてください。となるとこれは本当に処刑後のイエスなのかということになりますが、私林博士は処刑前のイエスと判断しています。またイエスの表情は大変優しく、つまり静かな表情をしています。そしてこのイエスにもひげが表現されています。短い、言うなればちょびひげのようなひげが表現されています。ダヴィンチ、ミケランジェロは処刑されたイエスについてはひげをつけて表現しています。それは今日のポイントではありません。ともかくもこの中央に描かれているのがイエスということになりますが、本当に処刑後のイエスなのかという問題です。が、何よりも気になるのは処刑後のイエスであるならば、そのイエスを囲む二人の人物の表情がおかしいということです。二人の人物の表情をしっかりとご覧になってください。当然悲しむ、あるいは落胆する、絶望する、そういった雰囲気の場面であるにもかかわらず、二人の人物は大変冷めた顔をしています。しっかりとここを確認してください。大変冷めた顔をしています。繰り返しますが、イエスの顔は大変穏やかで眠っているかのように見えますが、その両側の人物は
大変冷めた顔をしているということです。で、その前に一つ外堀を埋めておきます。これもミケランジェロなる画家が描いたとされるシスティーナ礼拝堂の壁画です。で、この壁画で一つ注意していただきたいことはですね、ミケランジェロは生きている人と死んでいる人をですね、肌の色を変化させて表現しているという点です。上はまだ生きている人ですね。下の人は半死、半分死んでいる人ということになります。そして死んだ人はこのような色で表現されています。色によって生きている、死んでいるを表現したということになります。これはシスティーナ礼拝堂の天井画一般にも同じ手法で使われていますから、また皆さん注意してご覧になってください。で、埋葬と題されたミケランジェロの絵に戻ります。この中央のイエスの肌の色に注意してください。健康な白い色ではありません。やや黒ずんでいます。つまり、このような形でミケランジェロは、イエスは半死、半分死んでいる状態であることを示していると私、林博士は判断しました。で、このイエスは本当に処刑後のイエスなのかという疑問に戻ります。ところがですね、同じ構図の絵をあのダ・ヴィンチなる画家が描き残していました。これはルーベンスが模写したと言われているアンヤリの戦いの絵です。で、そのアンヤリの戦いの左下にですね、奇妙な人物が描かれています。で、まずこの絵を簡単に説明しますと、この絵は中央で2つの勢力に分かれています。そして向かって右側に竜が描かれています。竜、つまりサーペント族の象徴です。隠し絵、騙し絵の手法です。注意深くご覧ください。なお、この絵の中には何重という隠し絵が描き込まれていますが、それも今日のポイントではありません。ともかくもこの絵はそういう絵だということですね。その流れの中に左下の人物に注意してください。一見すると兵士のように見えますが、この絵の中には別の顔が表現されていました。左上を注意深くご覧ください。緑色で表現してみました。そうです、ラム族、レプタリアン族の人物が描かれています。その下は日本の法隆寺に所蔵されています侍像と呼ばれている像です。顔が一致します。つまりここに描かれているのはレプタリアンの人物であるということになります。となると、なぜこんなところにダ・ヴィンチはですね、レプタリアンの人間を描いたかということになります。今ご覧いただいているのがその写真ということになりますが、私、林博士が2012年前後に発見したものです。ダ・ヴィンチが知る由もなかった写真ということに、あるいは像ということになります。そしてもう一度この中央の人物を見てください。これも騙し絵です。この人物は頭から血を流していますが、血であると同時に降臨、波動を表しています。その証拠にこの人物の、左手の甲には聖痕が表現されています。つまり処刑されたイエスということになります。顎の下にはちょびひげのようなものが表現されています。注意深くご覧ください。つまりここに表現されているのは処刑されたイエスということになります。そのイエスを左の人物が冷ややかにどこかニヤニヤと笑いながら見つめているということになります。この構図は先ほどから紹介していますミケランジェロの埋葬の絵の構図と一致しています。イエスと、そしてそれを見つめるレプタリアン族ということになります。手の甲に表現されている聖痕、丸印で示しましたが、聖痕に注意してください。で、そのレプタリアン、あるいはラム族の人間と思われる人物は誰かということですけども、その顔とですね、シュメールに残る
イナンナ像と比較してみます。左に今ご覧いただいているのが古代シュメールのイナンナ像です。イナンナです。そのイナンナと中央に緑で色付けした、まあ、人物の顔と比較してみてください。同じということが皆さんにも分かっていただけると思います。つまりここに表現されているのはイナンナということになるのではないでしょうか。で、その絵の構図と、繰り返しになりますけども、ミケランジェロが描いた埋葬の絵の構図を比較してみてください。中央にイエスが描かれ、それを冷ややかに見ているイナンナ、そしてミケランジェロの絵の方では女性ということになります。イエスが処刑された後の様子を描いたものであるとするならば、誠にもって不似合いな表情ということになります。もっともここだけでしたら、その左のラム族の人間がイナンナであるとは限らないということになりますが、あのダヴィンチがこんな絵も描き残しています。東方三博士の礼拝と題された絵ですけれども、その絵の右上に隠し数字が仕込まれていました。上下反転しますと、そこに131という数字が浮かび上がってきます。この数字の書体は、セントジェロームの絵の中に書かれている61という数字と一致します。ともかくも131という数字が浮かび上がってきます。131というのはユダヤのゲマトリアによれば、イナンナ、イナンナを意味します。つまりここに描かれている中央の人物はマリアイコールイナンナ、イナンナイコールマリアということになります。それをダヴィンチが、東方三博士の礼拝の絵の中で示しました。こうして謎の点と点が線でつながっていきます。もう一度この場面を確認してください。ここが今日のポイントということになります。つまり右の埋葬と題された絵はですね、実は埋葬ではなくて、これから処刑されるイエスを描いたものだということになります。1500年後のイエスは、ダヴィンチ、ミケランジェロなる画家たちを使って自分の思想を私たち未来の人間に残したということになります。そして右の人物の目に注意してください。光の出ますか、影の透け方によるものだと思いますけども、目がつり上がっているのがわかります。異様につり上がった目としても表現されているということになります。その左の、レプタリアンの目つきと視線と比較してみてください。まあ、これもある種の騙し絵、隠し絵ということになるのかもしれません。で、結論ということになりますが、イエスを挟んで向かって右側にいるのがマリアということになります。そして左にいるのが、流れからするとバプティストのヨハネということになります。そしてマリアの右横には、マグダラのマリアも表現されています。つまり考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの処刑にはマリア、そしてバプティストのヨハネが関与していたということになるのではないでしょうか。しかもそのイエスは処刑前にはすでにこのように半死の状態であったということになります。で、最後にもう一つ謎が残ります。なぜマリアはですね、イエスとこのような関係になったか、あるいはそういう関係であったかということですけども、その謎を解く鍵がこの絵の中にありました。
もう一度この絵を注意深くご覧ください。この絵を注意深くご覧ください。中央にいるのがイエスです。そして右にいるのがイナンナ、すなわちマリアということになります。イエスは処刑前にはすでにこのような状態であったということになります。それを1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通して表現したということになりますが、その謎を解くヒントはこの山にありました。この山を注意深くご覧ください。先の尖った奇妙な山です。この山はミトラがかぶるフリギア帽と酷似しています。つまりこのような形でミケランジェロはここに描かれているのはミトラ帽をかぶるイエス・キリストであると表現したということになります。ミトラ、またの名をカトリック側は悪魔教と位置づけていますが、悪魔の帽子ということになります。それをマリアは許せなかったのではないでしょうか。ということで最後にもう一度マリアの目を見てください。イエスを見下ろす大変冷たい目として表現されています。最後に一言。冒頭で言いましたように、この絵は未完成の部分があるため、一般には未完の大作と言われていますが、神は未完成の作品など残しません。となると、この右下の部分はどう理解したらよいかということですけども、これも一種の騙し絵ということになるのではないでしょうか。つまりこの絵を一応未完成の大作としておくことによってですね、なぜ成功がないのか、その一理由付けをしたものと思われます。しかしこれは未完の大作ではありません。この絵自体が完成されているということです。つまりイエスはこのようにして誰かによって殺されたということになります。同じ手法は実はダヴィンチが東方三博士の礼拝、そしてあのセントジェロームの絵の中に残しています。一見すると未完成の作品のように見えますが、実は未完成ではなく、その未完成の部分に別のメッセージが隠されているということになります。つまりミケランジェロの埋葬について言えば、未完成に見せかけて実はその向こうに真実を積み隠したということになります。わかりやすく言えば、聖痕などがないことは未完成の絵だからだと表現しながら、実はその向こうでさらに恐ろしい秘密を隠し込んだということになります。イエスの話はここで終わりますが、イエス、つまりシャマー主はその日貼り付けになり処刑されてしまいましたが、そのイエスに代わって絵や延期はもう一人の神を人間に送ってくれました。それがマルドックということになります。そのマルドックが現在私たちの神として今の今も温かく人間を見守っています。Thank you.
Sometimes, only one shot of a photograph is to open the door to the greatest mystery. Here is one of them. In response to my request, asking if there is someone who knows more about a sculpture named the Dying Slave, sculpted by Michelangelo Buonarroti, a sculpture which is now in Accademia Gallery in Florence, Italy, Noji Rinko-san replied and helped me get a very important information about the sculpture. Thank you very much for your help, Noji Rinko-san. イタリア・フロレンスにあるアカデミア・ギャラリーに展示してあるミケランジェロ作の彫刻瀕死の奴隷に関する情報を視聴者の皆さんにお願いしたところ、野地凛子さんという方から情報が届きました。時にたった一枚の写真が巨大な謎を解く鍵になることがありますが、その情報がイエス・キリストの巨大な謎を解く鍵になりました。野地凛子さん、ご協力どうもありがとうございました。広林、浜松シティ、ジャパン。Your help is needed about this sculpture, most probably somewhere in Accademia Gallery.This sculpture, sculpted by Michelangelo Buonarroti, for me to know how it is like behind his body. Is this belt like something being tied up behind his body, like a ribbon? Or is this a belt with no knot? Please let me know it, for which I thank you very much.あのダビデ像のあるアカデミアギャラリーにあると思われるミケランジェロのこの像について背中側がどうなっているかご存知の方はいらっしゃいませんか？この像の胸を巻いているベルトのようなものが結び目のあるリボンのようになっているのか、それとも結び目のないベルトのようになっているのか、それを知りたいです。ご存知の方がいらっしゃればどうか教えてください。よろしくお願いします。広志林、浜松シティ、ジャパン。以上が昨日2019年7月4日に発行した動画ですが、この動画に対して今日7月5日返事が届いていました。その返事に基づいて今日の話を進めたいと思います。これがミケランジェロ作と言われている Dying Slave、 瀕死の奴隷と題された彫刻です。で、この彫刻の背中側がどうなっているか見たいということで、野地凛子さんという方から協力いただきました。右がその背中側の写真ということになります。この帯のようなものが何かということですけれども、同じくミケランジェロ作の埋葬という絵の中に同じものが表現されています。中央のイエスと判断しています人物の胸を見てください。やはり同じような帯のようなものが巻かれていますが、その前にもう一つ謎が解けました。埋葬の右手前に色が抜けているところがあります、まあ、この抜けている部分を指して未完の対策ということになっていますが、これは猿であることが分かりました。なぜこんなところに猿が表現されているか、それも謎ですが、絵画埋葬の中に白抜きで、つまり未完のまま残されているものが
猿と分かっただけでも大収穫でした。話を先に進めます。胸の帯を比較してみます。中央上が、これが瀕死の奴隷を巻いている帯、そしてその下が埋葬のイエスの、まあ、胸に表現されている帯ということになります。この両者の帯は全く同じです。で、その帯が背中側に回って蛇のように見えるところから、これは蛇であると判断している人もいらっしゃるようですけども、少なくとも前から見たところでは蛇ではなくて帯ということになります。つまりこのことからだけでも、中央の人物がイエスですから、左の瀕死の奴隷もイエスと判断してほぼ間違いないと思いますが、念のためポーズを調べています。左右反転してみるとポーズも酷似しているのがわかります。頭の角度、力の抜けた体、そして、まあ、曲がった腰から足のポーズを注意深く比較してみてください。同じと私は判断しましたが、それだけではありません。私はかねてより処刑されたイエスはシャマーシュ、ギリシャ神話名ヘリオスであると説いています。で、そのヘリオスの顔と比較してみてもですね、左の瀕死の奴隷と言われている人物の顔とギリシャ彫刻のヘリオスの顔が大変よく似ているのがわかりますが、こんなことはですね、ミケランジェロ自身も知る由もなかったはずです。というのも、それを発見したのは私、林浩、しかも2012年以後ということになります。もっとも、この2つの像はよく似ているという範囲にとどめておいた方が良いのかもしれませんが、そこで謎が終わるわけではありませんでした。この瀕死の奴隷の背中を注意深くご覧ください。首の下です。何やらもこもことしているのがわかります。これは何かということですけども、これでまた別の謎が解けました。埋葬は未完の、つまり未完成の作品と言われていますが、もう一枚ミケランジェロは未完成の作品なるものを残しています。それが左下の絵画ということになります。左下の絵画は大変不気味な絵ということになります。この若い女性の背中を見てください。鱗のようなものがボコボコと表現されています。つまりこの鱗のようなものと同じものが瀕死の奴隷の背中にも表現されているということになります。こうして一枚の写真をもとに、謎の点と点が線でつながれていきます。で、結論ということになります。ここに表現されている彫刻、瀕死の奴隷、つまりダイイングスレイブは瀕死の奴隷ではなくて、イエス・キリスト自身を表現したものであるということがこれでわかります。つまりここに表現されているのは、処刑されたシャマーシュ、つまりギリシャ神話名ヘリオスということになります。シャマーシュとイナンナ・シタールが組んでキリスト教を立ち上げますが、どういう手違いからか、シャマーシュは殺害されてしまいます。なぜ殺害されたのか、誰によって殺害されたのか、続く動画をどうかご覧になってください。そこには空恐ろしい物語が隠されていました。 Bye for now。
長い前置きになりましたが、結論ということになります。キリスト教はイナンナ・イシュタールとシャマーシュによって当初立ち上げられましたが、そのシャマーシュは十字架にかけられ処刑されてしまいますが、それ以前にシャマーシュはすでに瀕死の状態であったということです。そしてその状態になる事件についてはですね、マリアが深く絡んでいたということです。その瀕死のイエスの様子を表現したのが瀕死の奴隷と言われている彫刻ということになります。つまり瀕死のイエスの背後に描かれている動物はシャマーシュと深く関係のある動物ということになります。ではそのシャマーシュと深く関係のある動物は何かということになります。つまり埋葬および瀕死のイエスの背後に表現されている動物は何かということになりますが、これは猿ではありません。もう一度形を皆さん確認しておいてください。これが今日のこの動画の結論ということになります。繰り返しますが、右下の向こうを向いている動物は猿なのでしょうか、あるいはそうではないのでしょうか。私林修士はこれは猿ではないと判断しました。というのもシャマーシュには自分が育てていた動物がいました。モンスターがいました。それがフンババという名前の動物です。 Wikipedia English writes about フンババ as follows. In ancient Mesopotamian religion, フンババ also spelled フワワ and surnames Telebu was a monstrous giant of immemorial age raised by Utsu,The sun. Humbaba was the guardian of the cedar forest where the gods lived by the will of the god Enlilu, who assigned Humbaba as a terror to human beings. Humbaba についてウィキペディアは次のように書いています。ウツ、別名シャマーシュによって育てられた怪物ということになります。フアワとも表記されています。人間を恐れさせる怪物としてエンリルの意志により杉の林の守り神として定められました。ここに出てくるのがフンババということになります。シャマーシュの動物ということになります。そのフンババが瀕死の奴隷と言われている彫刻の裏側、そして埋葬の右下に描かれているいたということになります。言い換えるとミケランジェロなる画家は芸術家はフンババのことを知っていたということになりますが、同時にイエスがシャマーシュであったことを知っていたということになりますが、それはありえません。というのもイエスが処刑されたイエスがシャマーシュであると発見したのは私林博士で2012年以後のことです。で、最後は皆さん自身の目で確認していただくしかありません。右の瀕死の奴隷、つまり瀕死のイエスの背後に表現されているのが猿なのか、それともフンババなのかということです。顔を見比べてみてください。右の動物のような物体は猿なのでしょうか、それともフンババなのでしょうか。もし皆さんがここでフンババであると判断なさるならば、言い換えると林博士のシャマーシュ処刑されたイエス説がこれで完璧に裏付けられることになります。そのことをミケランジェロは知っていたということになりますが、知るはずもありません。ということはこれらの絵画そして彫刻を彫ったのはその上の1500年後のイエスということになります。